こんにちはさとみちゃんねるです皆様お久しぶりですえー、っとえさとみちゃんねる日本語版をお送りします、えー、テーマはボリュッド映画でヒンディー語、えー、プロジェクトネーム副題は言語は音楽で、えー、習得できるということを証明したくて自分自身で実験しているプロジェクトになります えー、あなたのホスト私の名前はサトミ・スカーレットおばた・スカーレットと呼んでくださいえー、おとここで英語を教える傍たえらおはら翻訳事務所という名前で活動をやっていますえー、内実は何をやってるかというと日英の翻訳直感的な翻訳をしますえー、っと言語学習コーチングこちらは主に えーとまあ日本語話者の方にえっ、ー、と英語、えー、とが英語を学習するためのサポートをしています。えーとはい、それで、えー、とあともう一つが「発達障害グレーゾーン普及啓発」ということで私自身も「ボリュート映画の A」って書こうとして英語の A になっちゃってるんですね。ななんていうかな こういう、いそ,そっかしくて忘れ物が多くて時間の感覚がすごくうーんいいよく言えば緩いあ,のあんまりこう得意じゃないんですね。えー、とその辺りで生きづらさも経験したの,てたので生 <laughs> き息づらさも経験してきたので,でそれをこう今超えつつあ でえー、と理解しつつあってで発達障害を持ってたりあとそっそかしかったり忘れ物をが多かったりあとはあとはそうですね社会になかなかこうそういうもろもろの理由で適用するのが難しいなと感じてる人たちがより、えー、楽にと楽に でも怠けるって意味じゃなくて楽に自分の特性を知りながら短所を長所でカバーしながらえと生活して生き生きとしていける人が増えたらと思ってえと活動をしていますというのが小原え翻訳事務所の内容ですそれではえっとボリュート映画でヒンディ語学習えっ、ー、と今週はというかえっと配信が4週間ぐらい空いちゃったんですねちょっとえっと今あの学年末というか <laughs> ですごくあの自分の、えー、と自分自身も発達障害の勉強実は大学で単位修正としていてそれの発表が重なったりあと学年末の,あの,あの成績付けのもろもろ授業の範囲を終わらせなければならない等々が、えー、と重なってちょっと配信ができなかったのですね。 それで、うんと今日ご報告するのは、えっとウィークフォーからファイブだいたい1月末からえっと2月のえっと初旬にかけてのえっと報告になります。この活動は1月のううと第二週ぐらいから始めてますね。 で青書いてある。えっ、ー、と二月の二日日曜日から二月十五日土曜日。英語版はすでに先週配信しているので、えっ、ー、とよかったらご覧ください。で今回のテーマ、えー、英語だと Strike while the iron is hot は、uh, and whistle while you're awake。えー、日本語にお,おは原翻訳事務所的に訳してみますと、鉄は熱いうちに打て、口笛は起きている時に吹け。 英語、えー、のことわざですね、えーとえーえー、に和訳しましたじゃあそちらはどんなあのその心はという内実を、えー、お話ししますねえっ、ー、とそうですねじゃあまず具体的に何を学習したのかっていうところから始めましょう「Expression、えー、of the week」今週の表現ですね今週の表現は「目あプきーディバニフォン」 目、アップ、キリバニフン意味をおさらいというか解説しましょう。えっ、ー、と、目、愛ですね。日本語で言ったら私。アップ、あなた。丁寧な表現ですね。キは英語のトゥーだから、誰、え、々、ー、にっていう方向ですね。目的語の方向。で、リバニこれは形容詞でクレイジーですね。しいほど まあ日本語でもクレイジーなっていますかねクレイジーであると「フン、um」これは英語で言うと B 動詞、えっとヒンディー語だとコピュラ動詞というそうです「何々である」だの「だ、えっと」の状態をね表す時の「何々だ」の「アム」にあたりますねということで「メアプキリヴァニフン」Me ki「私はあなたに」えー クレイジーである「苦しいほどあなたが好きである」という、えーとまあ、フィルミーなあの映画的表現ですねこちらを、えー、と教わりました。でこの「教わった」というのがんとついにねあの私に1週間1時間を割いて、えー、とヒンディー語 を教えてくださるというあのとても素敵なあのヒンディオア社の女性をあの人捨てにね見つけたんですね、えー、とそれでうんとこの活動を開始して、まあ、1月から、まあ、1ヶ月近く経っていたわけですねで自分がツイッターで見つけた方に連絡を取ったりだとかあと散々あの 自分のフェイスブックでも自分の周りの人にもヒンディー語を勉強したいんだけど誰か教えてくれる人はいませんかあのいたら教えてて紹介してというふうにこう口を酸っぱくあの尋ね回ってみたんですね私はこれが欲しいっていうのを世の中にこう放っていたわけですいろんな方法で直接的にも SNS 的にも。そうしたらやっぱりその人づてにってさっき言ったんですけどえっ、ー、と あ私の知り合いで、えー、っとインド人の方ではないんですが、えー、っとインドで小学校から、えー、っと大学の実はマスターまで出てらっしゃる方ででも今事情があって教えたりはなさってない方特にあの言語専攻という方ではないんですけれどでそしてあのボリウッド映画が好きでしかも。 ボリュートダンスも好きで私も踊るのが大好きなので、えー、っと,という方を紹介いただいて、えー、っと毎週、えー、教えていただくことになりましたでそのファーストレッスン第1回のレッスンで教わったのがこの「メーアップキーリバーニフンあなたに夢中なの」っていう表現ですね。はい、で,でこれがあの今回の,あの「鉄は熱いうちに打て」えーっと「口笛は、えー、っと起きてるうちに吹け」。 寝てる時じゃなくてっていうことかなというあのまとめにつながっていっちゃうんですけどすでにあのそうですよねそのヒンディー語に私が触れ始めたのは実に4年前の冬なんですね2015年の12月に、えー、とリティ・クローシャーの出ている「えー、とバンバン」というあのインド映画 じゃないやごめんなさいえー、あまあその辺ですね、えー、であのリティック・ローシャンが踊ってるあたりを見たりとかして、えー、と私はインド映画にすっかり恋に落ちてインド映画を4年間まあ本数は少ないけれどじっくり見続けてきてでそのそこで気に入った音楽を、まあ、通勤途中の車の中で前もお話、えー、とこの辺りはあの第2回ですかね3回をご覧くださいね、えー、聞いてだいたい1日20分 超ぐらいのインプットを重ねてきてきそれで勉強を始めたんです、ね、でもあ,あヒンディー語をちゃんと勉強しないとこの意味が分かるのにあじゃない音の羅列が分かっているのに意味が分からない単語が多すぎてもどかしい苦しいまさにディバニーっていう状態になってでそれを私はまあこれは自分で褒めてあげたい逃さなかったわけですね。逃さずに えーとその「助けを求めた」前回のテーマがうんとうんとなんだっけ前回のテーマがあーなんだっけその <laughs> とにかく「尋ねる」あ「求めをさ,さらば与えられん」っていう聖書の言葉だったんですけれどとにかく欲しいものとか到達したいところがあったら周りの人に尋ね回ることで、えー、到達するっていうのを本当に思ってるんです。でそれも時間を置くんじゃなくて欲しいと思ったらやっぱりすぐに。 アプローチし始めるんです周りの人には話し始めるの「こうこうこれが欲しいけどでもこうこうこういう障害があってでもそれを乗り越えたいんだ」っていう情熱をあの伝えることがその次のステップへの道につながるというのをすごく感じました、えー、と今回のムービーは10分ちょっとで終わらせようと思うので、えー、とまとめ「えー、とムービーオ of ウィークもこれから紹介していこうと思いますえっと「イングリッシュイングリッシュ」えっ、ー、とイングリッシュはかりますね なんだろう何の部位でしょうねとにかくあのヒンディーなまりのある英語っていうことですね。というのが現代で「マダム・イン・ニューヨーク」という砲台になってネッットフリックスででもも見見ららられれるるしおそらくアマゾンプライムでも見られると思います、あのー、主婦でね英語が喋れないあのインド人の女性があの家族でやっぱり英語ができるっていうことはスタンダードというか教養の証というか。 スステータスなんですねで家族の自分だけ話せないで自分は主婦で何も社会とこう,こう上手につながってるんですけどんと社会的に認められないっていう思いを抱えた女性が、まあ、ひょんなことからニューヨークに行って語学学校に通って英語を身につける中で、えー、その自分の価値っていうものを発見していく っていう映画ですえっ、ー、と英語学習者の皆さんにもそれから他の言語学習者の皆さんにも主人公の、まあ、とても美しい死者という女性、えー、はすごくあの心にその姿は響くものがあるような気がします。OK! それでは今日のレッスンじゃなくて、えー、と配信終わりにしたいと思います。えーと 尾原翻訳事務所でした。えっ、ー、と英語レッスンのモニターさんあと一名二名ぐらいですかね。えっ、ー、とお席がありますので一時間二千四百円、えー、でえっ、ー、とお受けしています。えっ、ー、とご連絡、Facebook のメッセンジャーとでお待ちしてます。このえっ、ー、と YouTube の小ノートのところをご覧ください。ええー、コンタクト先について。それでは皆さんえっ、ー、と良い週末をお過ごしください。バイフォー r n